マーベルワンショットは、マーベルスタジオ制作によるビデオ短編映画のシリーズであり、マーベルシネマティックユニバースに属する。すべてマーベルシネマティックユニバース作品のブルーレイに収録されている。最初の2作は、SHIELD エージェントのフィル・コールソンのとあるツイタチが描かれている。3作目では、下売りの銃を拾ったジェシー・ブラッドフォードとリジー・キャプラン。 演じる強盗カップルが描かれる。4作目では、キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーの後の出来事が描かれ、ヘイリー・アトウェルがペギー・カーター役で出演する。5作目では、ベンキングズレイ演じるトレバー・スラッテリーのアイアンマン3以後の動向が描かれる。2011年8月、マーベルはオリジナルビデオとして2本の短編映画を出すと発表した。 共同プロデューサーのブラッド・ウィンダーバウムは、これは新しいキャラクターやアイデアを実験する楽しい方法だが、もっと重要なことは、我々がマーベル・シネマティック・ユニバースを拡張し、我々の作品のプロットの外にあるストーリーを語る手段であると語った。最初の2本は、エベリング・グループと提携して制作し、レースラムが監督、エリック・ティアソンが脚本を務めた。 サンディエゴコミックコンニテマーベルは相談役がマイティソーのブルーレイとブルーレイ 3D に特典として収録されると発表した。監督はレイスラム、脚本はエリック・ティアソン、音楽はポール・オーケン・ホールドである。クラーク・グレックとマキシミリアーノ・ヘルナンデスはそれぞれ以前の映画と同じくフィル・コールソン捜査官とジャスパー・シットウェル捜査官を演じる。 短編は彼らの場面に、ロバート・ダウニー・ジュニア演じるとニー・スターク、アイアンマン、ウィリアム・ハート演じる、サディアス、サンダー・ボルト、ロス将軍、ティム・ロス演じるアボミネーションのアーカイブ映像が、組み合わされる。共同プロデューサーのブライアン・ウィンダーブームは、プロデューサーたちが、SHILD が糸を引いて、映画で見られる出来事の原因になっている点を、描きたかった。このアイデアを実現するには、 アイアンマンで登場した一人目の SHILD エージェントであるコールソン以上のキャラクターがいるだろうかと述べた。ハンマー墜落現場へ向かう途中での出来事は2011年10月25日発売のキャプテンアメリカザ・ファースト・アベンジャーのブルーレイに収録された。監督はレイスラム、脚本はエリック・ピアソン、音楽はポール・オーケンホールドである。 クラーク・グレッグ演じるフィル・コール・ソンである。アイテム47は、アベンジャーズのブルーレイに収録され、アメリカ合衆国では2012年9月25日に発売された。主演は、クレア・ワイズ役のリジー・キャプランとベニー・ポラック役のジェシー・ブラッド・フォードが務め、他に、マキシミリアーのヘルナンデスが、シットウェルを再演し、さらにタイタス・ウェリバー演じるフェリックス・ブレイク捜査官が、 新登場する。監督は、マーベルスタジオの共同社長であるレイス・デス・ポジーと、脚本はエリック・ピアソンが務めた。前2作は4分以下であったが、本作は約12分となっている。エージェント・カーターは、2013年9月3日のアイアンマンさんのデジタル販売と、同年9月24日の同作のブルーレイ発売の際に公開され、ヘイリー・アトウェルが、 ペギー・カーター役で出演した。他に、ドミニク・クーパーとニール・マクドノーは、ハワード・スタークとティモシー、ダムダム・デュガンを再び務め、クリス・エヴァンス演じるスティーブ・ロジャース、キャプテン・アメリカのアーカイブ映像が流用され、さらにブラッドリー・ウィットフォードが、ジョン・フリン創作官、シェーン・ブラックが、正体不明の声を演じる。監督は、ルイズ・デスポジーと、脚本は、エリック・ピアソンである。 大まかな内容は、カーター捜査官が、謎の物体、ゾデヤアックを探るというものである。王は俺だは、2014年2月4日の、マイティ、そう、ダークワールドのデジタル販売と、同年2月25日の同作のブルーレイ発売の、際に公開された。ベンキングズレイは、アイアンマンさんと同じく、トレバースラッタリー、スクート・マクネーリーはドキュメンタリー映画作家を装った、テロ組織、 テンリングスのメンバーのジャクソン・ノリス、レスター・スパイトは、ハーマン、サム・ロックウェルは、アイアンマン2と同じく、ジャスティン・ハマーを演じた。脚本、監督は、アイアンマンの脚本家の一人であるドリュー・ピアースが、務めた。本作では、コールソンとシットウェルに加えて、インクレディブル・ハルクから引用している2シーンに、ティム・ロスが演じるエミル・ブロンスキーが変貌した、アボミネーションや、 ウィリアム・ハートが演じるサディアス、ロス、ロバート・ダウニー・ジュニアが演じるトニー・スターク、アイアン・マンも登場する。キャプテン・アメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーから引用している冒頭のシーンには、クリス・エヴァンスが演じるスティーブ・ロジャース、キャプテン・アメリカも登場する。その他の銃器、爆弾、ありがとうございます。